これで勝てるわ。一体どうしたんだ。敵が手強いから激苦スプレーで石化させたのよ。お、ピクミン2のアイテムを使ったのか。そうよ、これがあるおかげで助かるわ。実は自作のピクミン3では激苦スプレーが廃止されたのは知ってるか？え、嘘でしょ、これからやろうと思ってたのに。ちょうどいいから今回はピクミン3でリストラされた仕様について解説していくか。お願いするわ。ここで勉強するわよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ピクミン2では紫ピクミンの能力が最強すぎて乱用されていたのを知っているか？確かに、使っていて強く感じるわ。そうだ。紫ピクミンは能力というか仕様が最強すぎて、ピクミン3ではリストラされてしまったんだ。え、紫ピクミンは洞窟内の紫のポンガ仕草にピクミンをぶち込むことで、初めて生まれるピクミンなんだ。初めて出会った時は、ワクワクしたわ。このワクワクは敵からすれば絶望そのものなんだ。そんなに強いの？まず、紫ピクミンは素の攻撃力がとんでもなく高いんだ。どのくらい？他のピクミンよりも約2倍の攻撃力だ。いや、もうその時点でぶっ壊れてるけど。まだまだリストラされる理由はたくさんあるぜ。紫ピクミンは攻撃力も高いから優先的にバトルで使用するだろ？そうね。そこでもう一つ凶悪な能力が判明するんだ。実は紫ピクミンにはホーミング機能が備わっているんだ。ホーミング？敵に投げた後少しずれてしまった、とかミスすることがよくあると思うのだが、多少の誤差なら紫ピクミンが敵めがけて飛んでいってくれるんだ。うわぁ、ずっよ。そしてここからが本領発揮なのだが、紫ピクミンは敵をスタンさせる能力も持っているんだ。スタン？ピクミンは体が大きく重量級のため、投げ落ちた時の衝撃がとんでもないんだ。確かに大きいわね。落ちた時の衝撃で敵はスタンして一定時間動きが完全に停止するんだ。え、動けない隙を狙って、紫ピクミンの高攻撃力をぶつけ続けると、敵が簡単に溶けていくな。リストラされるわ。強いのはバトル面だけでなく、ピクミン2のものを回収する仕様にも活躍しまくるぜ。バトルだけでも十分なのに。紫ピクミンは見ての通り体が大きく、力士みたいな雰囲気を醸し出しているな。その力を活用して10匹分のピクミンの力を発揮することが可能だ。10匹分の力？簡単に言うと赤ピクミンが10匹いないと運べないお宝を紫ピクミン1匹で運べるということだ。ありえん、なんだこの能力は。あとはこの強靭さゆえに風船どっくりの風や大王でメマダラの雄たけびを無効化するところだな。おまけの能力も最強すぎじゃ。という感じでピクミン3のストーリーではリストラされてしまったな。また会いたかったわ。もう一種類ピクミン3でリストラされたピクミンがいるんだが、わかるか？まだいるの。白ピクミンだ。え、白ピクミンもいなくなるのかよ。そうだ。白ピクミンも紫と同じく洞窟のポンガ仕草で増やすことができるのだが、ある凶悪な能力が強すぎてリストラされたんだ。凶悪な能力？そうだ。ピクミンを家族のように大事にしているプレイヤーは考えもしないだろうが、毒属性がある白ピクミンを敵に食わせたらどうなると思う？それって、その通り、白ピクミンの毒で敵の体内から破壊することが可能だ。うわぁ、えぐいわね。体内に直接毒で攻撃できることにより、大幅に体力を減らすことが可能だ。確かに攻略には役立ちそうだけど、私はやらないわ。やるときは一度人の心を捨てなきゃな。リストラされたの悲しいわね。実はピクミン3ではビンゴモードとチャレンジモードのみで登場しているんだ。なんだ、ちゃんといるのね。ここでは大幅に弱体化されているからピクミン4ではこの状態で登場するかもな。ピクミン4で登場したら嬉しいわ。ピクミン4のパッケージには映ってるから再登場の可能性ありだな。ピクミン2から補助アイテムとして登場した激辛スプレーと激苦スプレー。敵を石化したり、ピクミンを強化したり辛い場面でかなり助けられたアイテムだ。さっきもこれのおかげでなんとか助かったわ。激苦スプレーで敵を石化した後に、激辛スプレーで強化したピクミンを、固まっている敵にぶつけまくることで楽に攻略することが可能だったのだが、ピクミン3では激苦スプレーが廃止されてしまったんだ。助かってたのに、激辛スプレーのみ残ってる感じだな。でも激辛スプレーだけでもかなり強いから許すわ。ピクミン2の頃は激辛スプレーを使うと攻撃スピードが上がり、運搬スピードが上がる仕様だったが、ピクミン3では少し強化され、ピクミンたちの頭の花が開花する仕様も追加されたから、なんとかこれだけでも対応できそうだな。これだけでも十分だわ。次に紹介する廃止された仕様は地下洞窟だな。ピクミン2は前作の中でも一番ボリュームが大きいのだが、その理由として、地下洞窟を冒険するといった、やり込み要素が追加されているからだな。地下洞窟ね。初代ピクミンでは複数のマップを冒険してドルフィン号のパーツを集めるシステムだったが、ピクミン2から各マップに3個ほど洞窟へ向かう穴が設置され、それぞれ地下洞窟に潜り、お宝を集める仕様になったんだ。1マップの洞窟を全て制覇するだけでもかなりのボリュームね。地下洞窟では炎や電気など多数のギミックがあり、最下層には強力なボスもいたから、トラウマになる要素が盛りだくさんだったんだ。
確かにピクミン作品の地下洞窟とかトラウマ祭りっぽいわね。その地下洞窟がピクミン3では廃止されてボリュームも大幅に少なくなってしまったんだ。そうなのね、3でも洞窟は続投して欲しかったわ。しかしここで朗報なのだが、最近ピクミン4の新映像内で洞窟の復活と思われるシーンがあったんだ。ピクミン2で登場し、プレイヤーに絶望を与えたクイーンチャッピーの復活も確認できる。新しいダマグモとの戦闘シーンを見ると高いところに窓のようなものがついているところから、もしかしたら背景に映っていた幼稚園の中を探索している説も上がっているぜ。これ、復活は熱すぎるわね。みんなのトラウマが帰ってきたな。次は主人公の話だ。主人公？そうだ。初代ピクミンでの主人公はオリマーでピクミン2からルイと社長が追加されたのだが、ピクミン3からはプレイアブルキャラとしてアルフ、ブリトニー、チャーリーの3人が、主人公として一新されたんだ。かつての主人公をガラッと変えるなんてかなりの勇気が必要ね。だな。でも、ピクミン3でも全く登場しないわけではなく、しっかりストーリーに関わっているんだ。そうなのね。よかったわ。アルフたちが墜落してしまった星 PNF404 にオリマーとルイたちも滞在しているのだが、その証拠として、冒険の途中ではヒントとしてオリマーの書き置きがあるんだ。ほんとね。そして後に墜落した際に壊れてしまった宇宙船のドレイク号のパーツであるワープドライブキーを、オリマーが持っていることがわかり、接触するべく冒険をする物語となっている。ルイは物語上登場しないのかしら？積み重ねた罪が多すぎてプレイヤーを敵に回したルイもストーリー上にしっかり登場しているぜ。マジかよ。ボスの盾ごとハチスズメに囚われているところを助けるのだが、今作もしっかり悪事を働くんだ。一体どんな悪事を？ピクミン3では食料が生命線となっており、果実がないとゲームオーバーとなってしまうのだが、その果実をすべてルイは持ち去ってしまうんだ。裁判で勝てるわ。ピクミン3デラックスのサイドストーリーではオリマーとルイをプレイキャラとして操作できる。おお、ファンサービスね。オリマーとルイは宇宙船が故障してしまい、元の惑星に帰れなかったから、最後にはアルフたちのドレイク号に乗せてもらい帰還するのだが、帰還後に社長が故障した宇宙船を置いてくるのはもったいないということで、もう一度 PNF404 に行かせる命令をするという前作に続く鬼畜ぶりを見せているな。みんなそのままね。ピクミン4でもアルフたちが確認できず、新キャラが4人いたから、おそらく、また主人公が一新されたのかもな。そうなると過去作のキャラがどうなっているか楽しみね。ここからは細かい変更点について紹介していくぞ。細かいところも変わってるのね。今まではピクミンごとにオニオンがあったのは知っているか？ピクミンを収納したり、増やしたりするところよね。そうだ。初代と2では赤、青、黄色のオニオンがあったが、それぞれのオニオンに行き、ピクミンを出し入れするのが非常に面倒くさかったんだ。確かに3つもあると、大変ね。その上、紫と白はドルフィン号に収納されているから4つのオニオンを、行ったり来たりしなきゃいけなかったんだ。数合わせるのも大変ね。そこでピクミン3ではピクミンの種類が増えるごとにオニオンが合体していき、一つのオニオンに集約されたんだ。これなら楽ね。しかも複数のピクミンを一気に出し入れする一括機能が追加されたから、プレイヤーに寄り添った機能になったな。優しい仕様ね。次は隊列操作だな。隊列操作？壊したい壁や叩きたい敵に向かって指示をすると、愉快な笛の音とともに、ピクミンたちが行動してくれる機能があったのだが、ピクミン3ではロックオンして指示をすると一発で向かってくれるようになったんだ。これは楽ね。楽になったが、若干半自動になったせいでピクミンと一緒に戦ってる感は減ってしまったな。便利にしすぎるとこういう弊害が出てくるのね。次はお宝収集だな。あれ？ピクミン3でもアイテム集めをするんじゃないの？ピクミン3では、それが果実に置き換わっているんだ。そういうことか。さっきも説明した通り、ピクミン3では食料が尽きると終わりのため果実を回収しながら、ストーリーを進めなきゃいけないんだ。そういう形の収集システムも面白いわね。次は洞窟の廃止に合わせていなくなったピクミンだ。え、そんなのいるの？コッパチャッピーだ。コッパチャッピー？ピクミン2の地下洞窟ではハチャッピーという原生生物がいて、洞窟内を徘徊しているのだが、ハチャッピーは後ろにコッパチャッピーを連れているんだ。ハチャッピーを倒すことによって、後ろのコッパチャッピーを仲間にすることができるぜ。へえ、そんなピクミンもいるのね。しかし、さっきも言った通り洞窟が廃止されたからハチャッピーとコッパチャッピーもいなくなってしまったな。この子強そうだから、3でも登場して欲しかったわ。すべてのギミックに対応できるというぶっ壊れ性能だからリストラされたのもあるかもな。そういうことか。というわけで今回の解説は以上だ。こうやってまとめるといろいろな要素が廃止されているのね。要素を廃止するのは勇気がいるから、楽しませようとしている制作陣の本気が伝わるな。これからどんな仕様が廃止されたり追加されるか楽しみね。というわけで今回の動画は以上だ。それじゃあ、またねー。